男性三人組、ナンバーアンダーバーアイの平野翔、27、岸優太、28、ジングージユータ、26、が24日放送の日本テレビ、ジップ。月曜から金曜前後、50、に VTR 出演。昨年10月のグループ結成から激動の一年を振り返った。写真あり、平野翔超人気歌手との意外な交友関係を告白。 デビュー曲、ボートから、ボン、インツムとラップナンバーを打ち出したナンバーアンダーバーアイ。不安が全くなかったわけではないという、曲を作り始めた時はこんなにせめていいのかなとと神宮寺。曲が完成した後は不安はなかった。面白いジャンル、皆さん聞いたことないかもしれないけど、かっこいいと自分たちが思えた、と胸を張った。新しいフィールドにも果敢に挑戦した。 4月に米カリフォルニアで開催された世界最大級の野外音楽フェス、コーチェラフェスティバルに初出演すると、8月にはロックインジャパンフェスティバル2024にも初出演。コーチェラについて、フェス自体初でアウェーなのに、俺らのことを知らない人たちがたくさんいるっていう2段階のアウェーと平夜。神宮寺もノリが皆さんいいので少しずつホームにしてくれたと解雇した。また、 ロッキー初出演について平野は、圧巻だったと圧倒されたことを振り返り、すごく多くの方まで、ドラマで見るような戦前の CG みたいなと、平野節を炸裂させた。23日に発売された初のフルアルバム、ナンバーアイでも様々なことに挑戦した。シンガーソングライターのバンディにオファーし、楽曲提供が実現。レコーディングではバンディを真似したと言い,い、ブースのライトを消して歌ったり。 真っ暗でお昼だったけど、カーテンを閉めて真っ暗にして、と平屋雰囲気を作ったものの、歌詞が全然見えなくてと予想外の事態に苦しめられたことも赤裸々に語った。神宮寺に、マイクの位置わかってたのと問われると、ちょっとずれてたと思うと正直に返答。雰囲気から入る。ロックスターの方が歌う前にお酒飲んで始めるとか、自分たちの世界観づくりに近い感じと説明した。 また、アイリーは3人で合同作詞したことも明かした。インツムの歌詞に隠された秘密も披露。これまでのシングル3曲すべてに全部自分たちのことが入ってますと神宮寺。歌詞には3人のことを綴っているといい、インツムには一人ずつの名前が入っていると衝撃告白。平野の小、神宮寺の人、騎士の愛称、KC が日々性、小、 ジンケシ、ケーシー、タイトと歌詞の中で続けられていることを公開した。